原咲です。今日はですね、住職さんに、お父さんこと住職さんに、今日はお願いをされたので、今日はお願い事をやっていきたいと思います。何やら、隣人さんのおばあさんが引っ越しをするのにちょっと手伝ってくれないかと。まあおばあさん腰が悪いからこうお手伝いが欲しいそうなんですけども、まあ私でよければお手伝いしていきたいと思います。ではちょっとおばあさんの家に行ってきますので、少々お待ちくださいませ。おばあさんの家にやってきました。こちらでおばあさんの家の家具を移動させていきたいと思います。開始。わっ、味がねえと飯が食えねえ。あ、ちゃぶ台ですね。クリックしてこう。あ、え、テレビ行きましょう。
はい、ここ。あ、あ、うまい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 。私うまくない。おー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 まーす。すごい、すごいありました。あ、すごいすごい。あ、すごい。私うまくなりましたね。じゃあ最後に、あれは孫が喜ぶんだ。はい、ここ、あ、ちょっとそんなのあります？そんなのあります？ちょっとあのこの家具が全部家に入るまで私ちょっと頑張りたいと思って、誰も入らなかったので、まあ、家具がちゃんと全部入ったんで、ロマだけもう一回行きましょう。なってきましたよ。任せてください。住職さんのためにも名誉のためにも、てんやー。はい、あ、まさにジャストヒット。でも、あー、でも、あ、でもこれ、あ、入ったことになってる。よかった。じゃあ冷蔵庫行きましょう。ジャストフィット、おばあさんの顔にジャストフィット、ここ、あ、入った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 、入りました。あー、ちょっとダメ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 、あ、あ、よかった、入りました入りました。やる気あるかありますよ、おばあさん、ちゃんと、あ、やりました、入ってます入ってます。行きましょう、タンス行きますよ。タンスにゴン、ここ、今おばあさん、ほわって言いましたけど。お兄ちゃん最高、完璧主義でよかった。よし、プロレスが 見えんだよ、 見えてんだよ。よし、行きましょう。多分ダイヤル式のテレビですね。はい、ここ。最後のだるま、だるま屋さんが転んだ。うん、あ、あー、あ、入ってきた、あ、ちょっと待ってください。リバウンドするって聞いてない。リバウンドするは聞いてない。ちょっともう一回、もう一回やらせてください。もう一回、あ、でも良い、ちょっと前回激怒ですか。ちょっと住職さんに怒られちゃうんで、私もう一度やりたいと思います。完璧主義に行きたいですね。行きましょう、チャブ台がポン飛んで、あ、あ、おばあさんが、あって言ってますね。あ、兄ちゃん最高、やりました。やや転倒、大丈夫です。多分あれはまだ全3ヶ月レベルですよ。おばあさんならいけますよ。行きましょう。この冷蔵庫に今日は夕ご飯を入れるんですよ、おばあさん。あ、あ、とうとう、とうとう壁まで、とうとう壁まで、結構破壊、結構破壊、いや、そうですね、もう半壊ですからね。もう一回行きましょう、タンスにゴーン、はい、飛んで、あ、あ、ちょっと待ってください。ピロリンがドンピシャ、やりました、ドンピシャ来ました、やった。テレビ様って書いてるんだ。
これテレビって思ってたらテレビ様なんだ。この時代はテレビが使用。なるほど、行きましょう。これでアパ電報将軍見てください。おばあさん、はっ、おおおおお、あ、いいですね。おばあさんがいいリア、いいクッションとなって、いやいいですね。おばあさん最高クッションですよ。行きます。補修工事。よし、次、最後のだるま。私だるまさんにさっきからいじめられてる気がします。行きましょう、せーの、ほーい、ここ、あおばあさんにクリーンヒット、しますね。はい、帰ってきました。いやー、よかったです。おばあさん最初怒ってましたけど、じゃあお前さんは匠レベルだと最後喜んでもらいました。よかったです。ちゃんと住職さんにもご報告したら、なんと桜餅もらいました。私は今日これで過ごしていきます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。また何か住職さんのお手伝い事がありましたら、また撮っていきたいと思いますので、皆様私のこと応援しててください。あとチャンネル登録もお待ちしておりますはい、では今日はこの辺で、したっけー。